星の刺激。僕とアイズさんが訓練してた場所。あ、流れ星。あ、いや、今そんなことより。アイズさん。どうしたんですか、アイズさん。こんなところで。空を見てた。空？あとは街。あ、アイズさん、またジャガマル君を食べに行きませんか。僕一緒に行きたいところが。もういい。え、もうたくさん食べた。もう食べなくてもいいようにたくさん。もう大丈夫だから、ダンジョンごとこの都市を壊す。憎い、だから壊す。許さない、だから殺す。もう私を増やさない、だから滅ぼす。私はモンスターを許さない。私はダンジョンを許せない。だから願うの、天の扉に全てを壊してください。どうして、モンスターが、ダンジョンが憎いなら、オラリオを壊す必要なんて。どうしてだろう、わからない。でも、胸の奥が言ってるの。この光景を、壊そうって。リアライザーが、ソードプリンセスの霊力値がマイナスに振り切れてる。どういうことだい。セフィラの暴走、溜め込まれていたソードプリンセスの感情が。コトリ、ヘスティア、都市の壁から凄まじい霊力が。胸の奥が今も囁いてる。違うのかな。私はずっとこの場所が、幸せなみんなが嫌いだったのかもしれない。アイズさん、ねえベル、英雄はいるのかな。英雄は、いると思う？英雄は、英雄は、アイズさんです。英雄は、アイズさんみたいな人だから、アイズさんたちのような人を、みんなは英雄と言うから。だから僕は、アイズさんがいれば。そう。そうだね。知ってたよ。音が聞こえた。取り返しのつかない音が。致命的な何かを間違えてしまった音が。最悪の選択肢を選んでしまった。破滅の音が。うっ！英雄なんていない。わかってた。あの時からずっと。
だから私は。何が起こってるんですか？黒い暴風。都市全体を包み込むほどの。これじゃまるで空間心。いや、それ以上の。ノイズさん。すげえ。行くぞ。もう一刻の猶予もない。そうだろう、リベリア。ああ。総員、武器を持て。目標はシェキ北部。剣気、アイズバレンシュタイン。アイズさん、やめてください。アイズさん、魔導したい。栄翔、ウォール、前へ。フィンさん、待って待ってください。あの人はまだ。どけ若造。ガレスさん、てめえは失敗した。てめえに任せた俺たちが一番の負け犬だ。うせ。尽くす言葉はもうない。下がっている、ベルクラネ。あの子を止めなければ、あの子を終わらせてだ。ドリさん、シドは、神様。はぁ、ベル。もう、仕方ないんだ。もう、どうしようも。ゆっくり休んでて。私はやりましたね。空中に行こう。依然上昇中。嵐とともに頭上を抑えられて。ああ、攻撃が届かん。なぶり殺しにされるぞ。私たちの攻撃も弾かれる。暴走を止めるどころではない。まさかこれほどとは。すごすぎる。こんなの、明らかにデミスピリットを超えている。これが異界同士の精霊が重なり合った力。アイス・バレンシュタイン。
魔力の流れが変わった。なんだ、何をする気だ。開け、エンピレオ。あれは光の輪じゃん。あれは扉や。精霊の力、自分自身を媒介にして天の扉が開いた。あの扉があの子の本当の天使、いえ本当の魔王。まずい、あの力はアルカナムと同等の。そりゃあかん、それはあかん、それは反則や。アイズ、ヘブンズ・カタストロフ。